はい、今回は三浦瑠麗さんですよ。なんとですね、三浦瑠麗さん、夫の三浦清志さんが、経営しているですね、トライベイキャピタルが、なんと、コンサルティングフィーで385万円を受け取っていた。これをもってしてもですね、私は経営に関しては知らぬ存ぜぬ言えるんでしょうかということでスクープ記事が出ております。これから動画配信しますので、皆さんにおきましてはぜひチャンネル登録をして、この三浦瑠麗さんに関するね、スクープ報道お待ちください。それではね、バイバーイ。